いやー今日はね暑い。日のあるうちはドバミミズを餌に岸辺をあちこち釣り歩いてみようと思います。お、ニャオラ君来ましたね。お、なんか痩せたんじゃないの、ニャゴラ君ちょっと。あ？痩せましたか？あ、今日早いね。じゃあね、晩ご飯あげましょうかね。ちょっと早いけどね。ほいじゃあよ、今日もよ、この猫缶あげるからよ。ね。え、ほんじゃよ、これほら、あげてやったよ、ほら。お、猫パンチ、猫パンチ。あ、おお、なんか食べづらそうだからね、やっぱ開けてあげましょう。ほら開けてやるよ。ね、ここによ。うわ、釣れた。何かが釣れました。よし、うわ、お、なかなかいい引き。うわっしゃ、なんだ、あ、お、上がったぞ。うわ、お、かー、すごい引き。うわ、なかなかいい引きだ。なんだ、よしよしよし、あ、お、バスだな。よっしゃ、バスっぽいぞ。よし、ああ、際に入ったな。際に入りましたが、よし、すら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 、出てこい。おし、出た、出た。よし、出ました、出ました。いいよ。おお、なかなかね、いい気だよ。ね、ニャゴラ君。いい気だ、いい気だ。よし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 、なかなかね、魚体が見えません。お、見えた、見えた。ほら、お、バスだ。よし。よし。よっしゃ、お、なかなかいい方。上がってきました。おお、まあまあいい方だよ。ほら、ね、上がりました、上がりました。ほら、はーい、上がったのは、これはね、30は超えてるな。なかなか良型です。お、もう釣られた跡があるね。やりました。俺もね、ニャゴラ君。君の応援のおかげだよ。ありがとう。はい、やりました。両型のブラックバスゲットです。
ゲットしたよ、宮倉くん、これだよ、ほら。次よ、ニゴイが釣れたら君にあげるからよ、ね、待っててね。ああ、ここ2週間ぐらい顔見ないと思ってたら、ニャーゴラ君、君、育児休暇取ってたのね。ああ、シャ釣れた。なんかまた釣れました。ほら、うわうわうわ、ガクガクしてるよ、これ。なんだ。今度はなんだ。お、お、うわ、くわー、すごい引き。またいい引きだ、これ。うわ、お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 、なんだ、こいつ。よし。よし、よし、おお、おお、お、お、あった、一緒あった、おお、ああ、ニゴイだ、うわ、でかいニゴイ、これはでかいニゴイです。はい、上がったのは、これはね、もう40センチ近い、でっかいニゴイです。これ、こんなでかいんだよ、ニャゴラ君、君。なんか君の体と同じぐらいの長さなんだけど、どうしますか？これほら、カーって言ったってしょうがないだろ、これ。カーって言ったってこんなでかいんだぞ。ほら、これ、なあ。この、こう、これ、どうすんの、これ。おお。さすが野良猫、持ってったよ。よっしゃ、また釣れました。釣れた釣れた。よし、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 おぉ、なかなか上がってこない。うぅ。よし。そら。お、あった。ほら、あった。お、さっきと同じくらいか。おしよ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 し。あったあったあった。よしよしよし。上がりましたよーん。またバスです。結構両型です。はーい。タモに入ったのは、またさっきと同じくらいだな。まあまあの両型です。はーい、やりました。本日、2匹目のブラックバスです。両型です。お、ニャゴラもあのでっかいニゴイ食い終わったと見えて、道端のあんなところに寝そべってますよ。ニャゴラは今日は猫缶とでっかいニゴイを食ったので腹いっぱい。私のクーラーボックスもね、今日は両型のブラックバスが2匹入って腹いっぱいです。ですからこれにて納棺にします。あ、でっかいニゴイ食った？カーって言うなよ。あ、でっかいニゴイ食った？なあ。ああ、美味しかった？今日はニャゴラのおかげでよ、でっかいブラックバスが2匹も釣れたからよ。ね、ありがとう。またな。また今度来るときよ、猫缶持ってくるからよ。でニゴイも釣ってやるからよ。おいじゃね。またな。今回は34センチのブラックバスが2匹釣れました。それでは今回はこのバス1匹のさらに半身を使ってフィッシュ&チップスを作ってみようと思います。頭を切り取るときにはこのように包丁を入れて内臓まで切り取らないようにして頭をもぎ取ると内臓が頭について出てきます。お、お腹の中から小魚が出てきましたよ。これはタモロコですね。
はい、お腹の中がこのようにきれいになりました。それでね、何度も言ってますが、バスの臭いところっていうのはですね、この油ね、ここについてるね、この油、こちら側にもこうついてますね。これがね、臭いんです。ですからこれを取り去らなければいけません。で、今回はですね、三枚におろしてからこのあばら骨をすき取るときにね、一緒にこれを取ってしまいますので、取りたて、今これを取る必要はありません。はい、このように中骨を取り去って三枚おろしが完了しました。そしたらね、次はね、このあばら骨をすき取るんですけどね、このあばら骨をすき取るときに一緒にこの臭い油、これもすき取ってしまうことになります。このようにね、臭い油と一緒にあばら骨をすき取ってしまいます。次はここにある血合い骨を取り去ります。そうしましたら次は皮を引きます。はい、三枚おろしから柵取りまでが完了しました。これが半身です。いわゆる2分の1匹分ですけどね、フィッシュ&チップスって結構ボリュームがありますからね、この量でも2人前は取れると思います。この大きさだとちょっと大きいのでね、これをさらに半分に切りましょう。はい、それではこのバスの切り身に衣をつけてあげるのですが、使う衣ですけど、これは前回の煮込みの時と同じです。まず小麦粉、薄力粉ですね。これに少量の重曹かまたはベーキングパウダーを加えて、これをお酢とビールで溶いたもの、これを衣として使います。まあこんなもんでいいんじゃないって感じ。フィッシュ&チップスってさ、フライドポテトがつくからボリュームがすごいことになるんだよね。だからフライドポテトつけなきゃいいんだろうけどさ、でもさ、フライドポテトがついてないフィッシュ&チップスはフィッシュ&チップスではないなんてさ、イギリスから苦情が来ちゃっても嫌なんで、フライドポテトはつけます。はーい、できました。今回のはすごいボリュームだよ、これね。これだけ食ったらさ、もうさ、お腹いっぱいって感じだよね。でもね、イギリスではね、これね、ファストフードとして食ってるらしいからね、まあまさにね、お腹いっぱいになんなきゃいけないんだけどね。それでこれ、かの地イギリスではですね、これにヒネガーをかけて食べるらしいんですが、〇〇らの私としては、で、このね、〇〇の中に入る文字はですね、ニャゴじゃないですよ。そうですよ、これですよ。これをね、かけて食べるんです。ぷにゅぷにゅってね、こうね。それでは早速食ってみましょう。じゃあね、これね、いきますよ、ここのとこね。うん、こりゃうまい。これね、言われなければブラックバスなんて全然わかんないですよ。もうね、白身のね、すごい美味しい魚って感じ。
それじゃあね、もう一個ね、こっちも行っちゃおうかな。こっちも行っちゃいますよ。うん。こっちも美味しい。これはね、お腹の方の実だね。お腹の方の実です。これもね、臭くはありません。ものすごく美味しいです。これでね、ここにね、こうついてるね、この天かすみたいなやつね。これ、フィッシュ&チップス作るときにできる天かすなんだけど、これはね、ビッツとかスクラップスとか呼ぶらしいんですね。それで、イギリスでお店でフィッシュ&チップスを食べるときにはね、お願いするとこれは、タダでいくらでもつけてくれるらしいです。ということでね、県単体では頼みもしないのに、こんなにたくさんついてるんですよ。これがね、ボリュームアップのね、一つのね、この要因になってますね。まあね、こんなにいっぱいついてんだから、ちょっとね、一個ぐらい食ってみようか、これね。これね、手で食っちゃいますよ。じゃあね、いきます。うん。なんかね、まあ、そんなもんかって感じですね。それでね、今日もね、ビールなんですけどね、今日のビールはちょっと贅沢にね、この銀河高原ビールですよ。これいっちゃいましょう。それでは、いきます。こりゃうまい。それにしてもね、フィッシュ&チップスって結構美味しいんだけどさ、ブラックバスのは特に美味しいですよ。さすがだね、ブラックバスくん。